そうすると首の長さこうぐーっと下ろしていくと左と右でこう長さ違うの分かりますか？はい、左が長い。長いですね。今度首の動きを見ます。右側と左側です。これはどうでしょうか？どちらが今は後頭部のですね、筋肉の緊張をほぐしていってます。真ん中ぐらいが痛いですよね。で、まずは肩の位置見ると左がここで右がここなので、うん、左の方が下がってますね。はい、そうすると首の長さこうぐーっと下ろしていくと左と右でこう長さ違うの分かりますか？はい、左が長い。長いです。肩落ちてるので左が長くなりますね。はい、でそうすると上に乗ってる頭お顔の部分っていうのもバランス取るためにこう左右差が出てきます。はい、と目の位置、まず目尻の位置が右がここでよいしょ、左がここなので今こう、こことここです。どっちが上がって見えますか？ここですか？こっち、左ですね。眉毛も右の眉山と左の眉山、うん、ここなので左側ですね。はい、で耳の位置も耳たぶ右と左、左が高くて右が下がっています。耳の上の部分で見てみても同じですね。はい、で今度ここから下の部分見ていきます。顎少し上にぐーっと上げてください。そうすると例えば頬骨の位置右と左見え方違いますね。ここも左がちょっと下に下がってて右がこっち側にぐーっと上がってます。戻します。でよく見てみると口角もやっぱり左側が下がって右が上がってますね。はい、では今度仰向けで見てみます。はい、では仰向けでもお顔の左右差見ていきますね。目の位置がやっぱり左が高く出てます。眉毛、眉頭の位置、眉山の位置、これも左がこうグッと上に来てますね。はい、で耳の位置も左がここで右がここなのでやっぱり左側です。で口角は仰向けになると右が少し下がってエラの骨の位置が左と右でこことここですのでエラの骨の位置も右が下がってるのでアップだけねちょっと逆に見えてます。では今度は首を触りますね。これ右側の方が痛くないですか？左と右です。はい、です右が少し硬いですね。で今度後頭部を触ります。顎少し上に上げてください。はい、で力抜きます。これはどうでしょうか？左と右、どちらが痛いですか？右側ですね。うん、こっちの方が硬いです。下ろしますね。で今度首の動きを見ます。右側と左側です。これはどうでしょうか？どちらが辛いですか？右側です。うん、左側です。こっちが辛いですね。はい、うん、戻します。で検査はあと最後一つ首の動き起きてもらって確認します。はいはい、ではゆっくり右へ倒してください。横に倒します。はい、今度左側です。うん、なんか左のがいかないですね。うん、戻します。
今度は右側から私の方に振り返ってください。右側と今度左側お願いします。左。これもなんか左は見えにくいですね。うん、戻します。では今から矯正を行います。こちらの枕、ここに穴が開いてますので、はい、ここに右耳を入れて左肩が上になるように寝てください。はい、どうぞ。少し右肩を前に出します、うん、こんな感じです。そして右のベタが枕にくっついて、こんな感じですね。いいですか？このように3分ほど当てていきますね。まあ、首の骨の位置を調整しています。で、こうするとお顔の左右のバランスっていうのがですね、首の歪みを整えることによって綺麗になっていきます。あとは首の動き、先ほどの倒す動きですとかも改善されていると思いますので、ちょっと見てみましょう。では起き上がっていただいて、またベッドに座ってください。どうぞ。右側と、いいです。あとご自身でやっていただきますね、はい、ゆっくり右側倒してください。はい、今度左でスクーッといきます。こっちがさっきより楽になってるかなと思います、はい、戻します。今度振り返りもお願いします。右側と、お、いいですね、うん、左側です。ではこれで一度お顔どうなったか見てみますね。では今首の歪みを取っていきましたので、そうするとお顔、先ほど左がぐーっと上に上がっていたのが、お顔のバランスが取れてきて、左右の高さっていうのがこう整ってきます。口角の位置ですとか、エラの骨の位置も先ほどより右側上がってきてます。で、まだちょっと右が下がっていますので、今度はこちらの後頭部の方の手術をしていきますね。はい、では、うつ伏せでお願いします。受けたんですけど寒いですね。すいません。はい、ではうつ伏せでお願いします。髪の毛上げますね。今は後頭部のですね、筋肉の緊張をほぐしていってます。はい、では仰向けでお願いします。
後頭部の施術をしますと、さらにこう口角の位置ですとか、うん、エラの骨の位置っていうのが整ってきます。で、あとはちょっとお顔を見ますと、うん、これはどちらが痛いですか？ここです。左、うん、分かりました。今度側頭部、側面の調整をしますので、はい、今度こちら向きで横向きに持っていただきます。いいですか？では一度お顔を見せていただきます。そのまま仰向けで一回見せてください、うん、いいですね。では枕取ってお顔の調整続けていきますね。はい、どうぞ。では失礼します。は少し痛いと思います。ちょっと目元を整えますね。で、ちょっとこの頬骨周りが硬くなっていますので、そこを緩めていきます。
これ痛いですか？痛いです。どっちが特に痛いとかありますか？ここかな。こっち左と右側です。ここですね。ではもう一度筋肉こちら側も緩めていきますね。では顎を少し上に上げていただきます。このあたり少しお痛みが強いかと思います。反対側ですね。ここちょっと痛いですね。少しマッサージして老廃物を流していきます。で下がっている方のこうエラの骨をぐーっと上げていきます。はい、今度はエラの引き締めを行いますね。少し顎を上に上げてください。では今度頬ですね。この目元です。
はい、では顔を左に倒します。少し首も流しますね。戻します。今度反対側ですね。真ん中ぐらいが痛いですよね。はい、戻します。お顔のバランスを見せていただきますね。で、これでですね、口角の位置、エラの骨の位置、あとは目の位置ですとか眉毛の位置、頬骨の高さ、耳の位置も左右のバランスというのが綺麗に取れてきました、では最後にですね、首の動きを確認してお顔を見ていきましょうか。では起き上がってください。首を動かしていただきますね。ゆっくり右側に倒してください。今度左側です、いいですね。戻します。今度右振り返ります。左お願いします。お、とても振り返れるようになりました。戻します。では、お顔がどうなったか、一緒に鏡で見てみましょう。そう、まずは目の位置からいきますね。右の目尻がこちらで、左の目尻がこちらです。先ほど下がってた右が上がってきて、左右のバランスというのが整ってきています。で、眉毛も眉山の骨のところが右で、左がこちらですので、眉毛の位置も左右のバランスとても綺麗です。で、耳たぶも右側と左側で、これの高さというのも綺麗になってますので、この土台の首の歪みを取ってから、お顔のバランスを綺麗にすることで全体のお顔のバランスというのも整っていきます。ぐーっと上上げると、ね、ここの見た目がすごく、ね、綺麗になってますよね。シャープですね、で、お顔の左右差が整うとすごくバランスよく見るんで、どこがどうなったっていうよりも、なんか全体がこう整ったっていうのを施術です。初めてこれそんなシャープになりました。なんですごくこうグリグリやるわけじゃないんですけど、ちゃんと位置を整えてあげれば、こう自然に血流とかも改善をしていきます。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。 I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and subscribe.I'm so, so happy that I came here, because this is the, I think this is the best like jawline I have ever seen in my life. I have experienced many other salon services, but this is actually, I think would be the best, because my jawline is very sharp. Maybe you don't notice it, but when I see it, it's like, oh my god. And doctor also was so sweet. She gave me extra service. I have pain in my shoulder, and she just couldn't let me get up with my pain in my shoulder. So if you like
this kind of services, you are very welcome to check their website. I'll put the link in the description and in the comment section. You can check their website and book your reservation. And I think I will see you in my next video. Bye!